はい、こんにちは、車買い取り専門店 JVI 貸し店でございます。まあ、前回もあのハイゼットトラックでこの状態でね撮影した車がありましたけども、まあ今回もね同じような感じです。こっちはねエンジンかかるんですけどね、ミッションが入らないんですね。もうミッションがもうパチけてますね。もったいないですよね。まだまだね乗れるような車なんですけどね、装備もいいんですよ。ナビゲーションついてし、両側オートスライドドア、キセノンライト、それとなんだっけ、リアのフリップダウンモニターとね、で車もそんな汚くないですしね。はい、正直車いい方なんちゃいますかね。下回りもそんな錆びてないですしね。まあ神戸はね海が近いんで結構錆がねまああるんですけども、結構すごい車多いですよ、錆がね。この車に関してはそんな別に広くもないと思いますしね。まあ傷もねもったいないんですけど全然ないんですよね。ちょっとこの辺ね少し傷が多いけど、まあポリッシャー当てれば、ね、多分めちゃめちゃ綺麗になるんじゃないかなと思います。この辺とか少しお隣の車ぶつけたんでしょうね。はい、いう感じですね。見えないか。ちょっとね車内に乗ってみたいと思うんですけどね。これね乗っけるね、本当に1分前までね多少は動いてたんですよ、多少は。でも動かなくなっちゃったんで、車内でウインチでね、乗っけました。ウインチで乗っけたないんですけどね、やっぱウインチもね怖いもんね。いつあのパチけるかなとか思いながら、乗っけてましたけどね。でね、距離はもうちょっと多いですね。まあやっぱり16,597キロかな。ちょっと距離多いんですけども、でもまだまだ乗れると思いますよ。これもったいなかったですね。でナビゲーションで、こんな感じになります。はい、いう感じでね、今日は不動産のセレナ君でした。だね、チャンネル登録、またいいねボタンの方よろしくお願いいたします。車買い取り専門店 JVI 貸し店でした。ちょっとね怖いんだよねこれね。よいしょ、失礼します。